こんばんは。遅くなりました。あのね、ちゃんと理由があるんよ。ちょっと待って、ごめんね、くじって言ったかな。ちょっと理由がある、ごめん。ごめんよ、ポップン遅刻した。あの理由はですね、あのですね私がラジオでリネタンの生き霊を見たって言ってしまって、それがリネタンを怖がらさせてしまって。そう、でもあれってラジオの話ではなんかほぼ寝ぼけてたみたいな。そう、足筋で私がリネタンをの生き霊を見たかもしれないっていう話をそうしちゃって、それでリネタンのツイートを見たらしくて、それで怖がらせてしまったんですけど、あのもうはあの見たんじゃなくて多分寝ぼけて間違えてたんですよ。だからそれをリネタンに LINE でごめんって、あのモーカがリネタンを、リネタン今日おるってあの勘違い、寝ぼけて勘違いしちゃったの、間違えちゃったのっていう話を LINE で知ってました。ごめんなさい。そうそう、若さでもリネタン好きすぎていつも今日リネタンおるっけと思って探しちゃう癖っていうか、今日仕事におるかなみたいな感じでよく見るんですよ。だからそのいつも探す癖があるから、なんだろう、その日もその前は多分こう寝ぼけて「おる、今日おる!」って思って喜んでたんですよ。けどそう、ファンなんですよ。そう、私だってもう今、私も今 STU で、なんだろう、そう、もう本当にリネタンのことをしたいっていうぐらい好きなんで。こんばんこんばんは。ほんのりちく、そう、遅くなりました。一緒にピンクと ピンクとブラックいいよね。なんかだ、ごめんなさい、ありがとう。そう、ファンクラブが9月の1日から桃だけしました。いいの、ありがとう。何の動画載せようかなってずっと迷ってるんですけど、くしゃみで、これね、くしゃみではないの、咳だよ。確かに低音かもしれない、ちょっと。待ってね、よいしょ、よし、
混雑しとるね、ここが。朝のルーティン、でもなんかそのなんかさ、どういうどこまで乗せられるかがあんまり分かってないんですけど、カラオケとかで歌ってる姿とかもいいのかな。なんかね、そういうルール的なのがまだしっかり教えてもらっていなくて、メンバーもなので、まだ言い切れはできないんですけど、ファンクラブ入っても逆に入ってくれるんですか。ファンクラブ取りありがとう。大丈夫、でも多分そんなにファンクラブ多分大丈夫だよ、多分すぐ入る、すぐってかあんまりいないと思うから。そうそう、でもこう入ってくれた人が喜んでもらえるようなものにしたいですね、個人的に。動画メインな感じ、なんかもう本当にまだもうこう多分もう始まってる先輩とやんちゃんは説明とか受けてると思うんですけど、まだモモとかはそんなに説明がなくて、すごい詳しくは分かってないんだけど、なんかソロでなんかイベントじゃないけどファンミーティングだけできたり、なんか動画載せたり写真載せたり、なんか文章載せたりとかできるみたい。そう、気を抜けない、ありがとう。ツアータオル売り切れとるん、ありがとうございます、本当に。へへへ、あ、ブログ文章力が、そうなんよ、ブログのね文章力がちょっと怖いんですけど、まあ桃子組さんなのでね、多分桃子の文章には慣れてると思われます、皆様が。でも他のなんだよね、どんなんがいいかな。でもツイッターとかよりも載せやすくなるのかな。こう音楽とかね、使えるのかっていうね、来れないね、私わかんなくて、まだターンはでっかくね。TikTok的に、なんかそれもそうだし、なんかなんだっけね、あ、彼女風動画みたいなやつとか曲があった方がっぽいじゃんと、そういうの使っていいかとかはまた確認するんやけど、動画撮りためをしよう、載せれるように。にゃにゃんにゃにゃん、頑張ります、無理せず楽しんで、うん、無理せず、なんかわかんない、めっちゃふざけた動画載せるかもしれんし。あんまりなんか
ツイッターやったらさちょっと恥ずかしいけど、モモのファンの人には見せたいみたいなとかあるじゃないですか。そういうのとかふざけてる動画とかってさちょっと恥ずかしいじゃんツイッターは。顔小さすぎてびっくりした。ありがとう優しい。 OL 動画そういう モーチンのファンクラブ入る、え入ってくれるの逆に。ありがとうございます。本当頭の中が上下もう、ありがとう。いろいろ載せます。9月、今日何日だ、もうすぐ始まるね。クラブ頑張れたら頑張っていいママで、ありがとうみんな。あ画質いいんだ、そうなんだ、いいねそれも。そうだめっちゃツイッターツイッターって言うけど X じゃん。あー間違えた。いつもずっと入ってくれるかなって言ってくれたらいいと思ってくれ。本当慣れない、なんかずっとツイッターツイッターって言ってる、言っとって、まあまあ、あグッズとかもあるよねそれの。旧ツイッター、そうリネタンがしっかり昨日 X って使ってて、 X でポストしてって言ってて、あのもうすごいあの時代にちゃんとあのなんて言ったらいい、ついてってるからすごいなと思って、なんかもうずっとツイッターって言っちゃうし、なんかポストっていうことをこの間まで知らなくて、みんながポストって言うから何ポストってって思ってたら、自分があのその投稿を載せるときにポストって書いてて、あこれかと思って、みんなが言ってるのこれかと思ってようやく気づいたんよ、ポストとかっていう言葉を。つい最近そうなんだと思って、しかもねこうツイッターが X ってなるのもミネタンの投稿を見て、みんなちゃんとついてってる。かわいい、お茶がもうほとんどないよ。みんなちゃんとね、私結構さいつも遅いんよ、なんかね、ほんとね PayPay とかもねめっちゃみんなより後で使い始めたし、そう遅いんですよ慣れるのが。ポスト、ポスト、ステモンさんバラありがとう、タさん星ありがとう、エイトさん金魚ありがとう、
高野さん花火ありがとう、福ちゃん花火ありがとう、翔さん花火ありがとう、テイスティンさん花火ありがとう、たっちゃん花火ありがとう、ゆうさん花束ありがとう、かみどりさんかわいいありがとう、ゼータさんかわいいありがとう、ひだつぐさん花火ありがとう、しりさん花火ありがとう、みみさん花火ありがとう、みみさん金魚ありがとう、こうじさん花火ありがとう、まっこいさん花火ありがとう、メガスマンさん金魚だありがとう、韓国のあんちゃん花火ありがとう、最善でアンナを叫びたいさん花火ありがとう、叫んであげてね、猫舌監督さん花火ありがとう、むちゃんアニメの情報、うんアニメの情報は早いんだけど、そう他は遅いんです、もが好きもが好き、こんばんは、かわいい、ありがとう、ファンクラブできます実はね8月の頃から知ってたんですけど、皆さんには C だったのでいつかねーってごまかしてました、まだわかんないねって、いつかわかんないねって言ってたんですけど、あの時にはもう知ってました演技上手だったでしょ私の幸せの結婚何面白かったね、面白いよね、決まってた、そうなんか第1弾のが発表されてた時からモモには第2弾でモモはいますって言われてたから、モカちゃんは9月ですって言われてたので知ってたんですけど、あのファンクラブのなんか写真、写真っていうかあのグッズの写真は今日私も初めて見ました、っていうかみんなと一緒に見ました、そうなのであのグッズの写真は私も今日見たよ、秘密、そう秘密だったんよ、秘密は言えんけえねん、街やら写真やら見たんですけど、なんかいつもより大人っぽい感じの雰囲気の写真かなって思うのでね、第2弾は3人だった、この浴衣花火達成ポイントの方目指してます、隠すの上手くなった？本当？わあ！あやあ！ありがとう、たっちゃん、申し訳ない、こんなにありがとう、びっくりしたありがとう、たっちゃんごめんよ、私が達成したいって言ったからかな、祭りだ祭りだ、ありがとうありがとうありがとうございます、
今から今昨日の分のお礼を書いてるのでお礼書きますね。ダブルピコンありがとう、たーちゃんありがとう、ありがとうございます。祭りだ祭り、まだね夏だもんね本当に。もうでも夏もさ一緒大丈夫、ありがとう。じゃあ似顔絵描こう後で。モーが好き、モーが好き。ファンクラブおめでとう、ありがとう。そう、もう8月も26？今日 25？25 か、ん？5か。25だよね、びっくり。え、でも今年の目標が、目標っていうかしたいことはファンの皆さんと花火とかを一緒に見たいって言ってたんですけど、今年も無理かな。私は何かしたいんだけどね、一緒に。こんばんは、こんばんは。なんかそうだな、そのファンクラブのイベントは9月末とかにできるのかな。こんばんは、こんばんは。花火見るときやけどね、浴衣で。ファンクラブのイベント楽しみ。そう、なんかみんなが喜んでくれるようなものをやりたいんですよね。どんなんだ、どんなんみたい。まだどういうのができるかも、そうまだわかんないんだけど、あんまり詳しくはね、イベントの場所もわかんないからあれなんですけど、こんばんは。いらない私物をプレゼント。それは確かに文句もあるかもしれん、自分のやつ。なんかなんかさ、私いっぱいさキャラクターグッズ最近さ買ってしまってさ、メイクの成長に時間してもありがとう。いらない私物面白い。私何しようかな。そう、ゲーセンで撮ったやつとか、なんかガチャガチャでモモンガを狙ったけど出なかったみたいなやつとか。でもそういうのも考えられるのかな、どうなんだろうね、ダメなんかな。
モーカの、モーカの絵一枚プレゼントとかはいらない？やっぱモーカが描いた、ふざけた、ふざけて描いた絵一人一枚100人分のいらんものか。100個あるかな。私のランダムで描いた絵もうめっちゃふざけた絵しかない気がするけどフフ似顔絵か。似顔絵でも100人分描く、描いて終わっちゃう写真もらっとくかさ事前にバドミントンしたい。バドミントンしたい。一人10秒で逃げ、シュ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 ってさ、こっち隠したら大丈夫よ。ミステリーツアーがトラウマがあるのにミステリーツアーね、難しいよね、絶対あれ。そう、ミステリーツアーは私のあれではないよなぜなら私が解けないからねでしょ。大丈夫だよ、もうかも本当に本当に本当に解けないからね。もものイベントではクイズはないですももクイズとかならあるかもしれんけどさ、そう、安心してください。なんかでも本当みんなのことを第一に考えて頑張ります。またね、説明受けてから自分もいろいろ考えたいなって。もうにまつわるクイズ？何しよう。今日の夜ご飯何食べたと思う？絶対当たるかわからんようなものしか言ってないな、もうか。私の夜ご飯。誰にも言ってない。誰にもっていうか、あの人には一切言ってないから、もう当て、運なんだけど。うどんのうどん。のうどん、ビーフストロー、にょうにょう。答えに行き着いて、本当すごい。カレーの、寿司の、オムライスの、ハンバーグの、お寿司近いけど、イカのお刺身の海鮮丼、何の海鮮丼でしょうか。
そこまで、そこまでクイズにする人。海鮮丼。鉄火丼。サーモン丼。サーモンのカンパチのイクラの。これ言ったら多分わかるよ。リコチが大好きなもの。正解。ネリトロ丼でした。ネリトロ。難かった。だってそうだよね。だってもうさ、だってさ、クイズってさ、なんかこうもうなんかの配信を見て知ってる知ってるってなるはずなのに、私が出した問題は誰も分からないものを言ってるから、誰にも言ってないものを言ってるから、ネギトロ美味しいよ。うん、昨日歌いすぎても喉が、これはうん、そうです、運ゲーです。これはもうだってももがちゃんとしたあるかな、ちゃんとした問題。ちゃんとした、心臓とか、確かにね、脳のことをよく見とったらわかるよみたいな問題を出すのが普通ね。じゃあね、何しようかな、なんかあるかな、私のおかしいので。私言ったことあるかも。私が小学生の時に取った人生で一番低いテストの点数は何でしょうか。これ言ったことあるんかな。いや、あると思うな、めっちゃ前ぐらいに。いや、あるかな、いや、わかんない、どうだったかな。0点2点ブーブー。ちゃんと100点満点のテストだよ。マイナス50点大丈夫、ちゃんと1点はあるよ。お、まだ出てないぞ。お、95点だったらめっちゃ頭いいやん。8点正解。何のテストかわかる？言ったことあるんかな、これないんかな。まあ、こんばんは。理科じゃないよ。正解は、正解はまだ出てない。まあ、一問2点のテストだったの。そう、国語、国語ではある。国語、そう、正解、漢字テストでした。全然分かんなかったんだよね、その時。なんじゃこりゃって思って、全然解けんぞってなって、めっちゃ低かったんですけど、それでおバカちゃんすぎて、
その時にお母さんに謝ったんですよ。申し訳ございませんって、こんな8点しか取れませんでしたって。だって3年生4年生違う、4年生からはクラスで1番か2番取ってたんだ。その時にやばすぎて自分が自分が、あ、小学校2年生の時にそれをやってしまいましたので、自分のダメさに気づいて、その時から頑張ってた。そう、真面目になった、真面目になったんですよ、ちょっと。でも本当に当時はその2年生の時は本当に分かんなくて本当に困った思い。そう、そうなのよ。個人ファンクラブおめでとう、ありがとう。元々の頭良かったの、ね、いやもうね、頭ね、頭はね、何良くないの普通なの。でもね、多分頭が良かったらアイドルにね、なってなかったかもしれないの。そう、頭が、てか周りのお友達が今すごいみんな大学行ってて、ちゃんとそれで頭が良くて、なんか自分おバカだと思って、ダメだって思って、なんか自分の才能を探そうと思ったので、今は満足しております自分にこうしてね、活動できてるから。そう、記憶力はね、結構自信あるんよ。なんかね、結構すぐ覚えるのとかはできるけど、すぐ忘れちゃうからそう、あやちゃんもかもそう思ってるよ。そう、学力優秀なアイドルさんはもう、私はもう完璧で素晴らしいなと思っております。もう私にはそれはなれないので、本当に両方できるたり、いろんなことをできる人はもうただただすごいと思うし、尊敬するんですけど、私の場合はなんかこう別に全然できないってわけでもなかったけど、こうなんだろうね、こうなんかできるって思えるものが欲しかって、今もね全然他の先輩方とか他のメンバーと比べて全然できないことも多いし、すごい才能があるとは思ってないけど、そう、まあ、でも勉強よりはできるのかなと思ってます、個人的に。そう、いろんなことができる人はすごいよね、本当に。尊敬するよ本当に。
うんちゃんの姿でありがとう。通年ともよさそう。あ、花火ありがとう。どうだろう、普通だよ。めっちゃ苦手ってわけではないと思うんですけど、まずでもお勉強嫌いだからね。僕もうグーパンチでパンチしたいほど嫌いなの勉強。グーパンチする、もうほんと。ファン見てグーパンチ、グーパンチ。猫パンチ聞いてる、グワッ。みんなに猫パンチしてないよ。ラフープしながら、やっとりしながら走るってすごいでしょ。意外とその特技意外とすごくない？なんかある意味ある意味すごいでしょ。意外とできないのよあれ。私もたまに失敗するんだけどね。ちょっと意外と難しい特技持ってるなって今最近思ってる。こんばんは、こんばんは。大学入るよりシチュー入る方が悪くない、少ないから。もちろんすごい優しいね、ありがとう。のまた勉強は頑張りたいと思います。いつか逃げずに頑張ろうと思ってます。多分ね。集中力どうだろう、あるかな、どうなんだろうね。集中力か、あるんかな。立ち位置はね、なんかね、覚えるの得意なんよね私。勉強よりも常識を身につけたのね。ありがとう。でもどうだろう、あるかわかんないけど。全集中できてる、全集中。でも結構ね、時間忘れちゃうんですよね。桃の呼吸100の肩。
その数追い足しするな。めっちゃあるやんって感じ。桃柱可愛くないもん。でも可愛いねそれ。ファンのみんなのこと私覚えてる結構。そう、ダンスできる人すごいと思う。ダンス頑張るよ。もっとラン僕の行った大学なんて合格者1万人以上らしいから。いやいやいや自信持って大丈夫。私からしたらすごいすごいよ。ちゃんとね努力して勉強してる人は偉いです。私もいつか頑張ります。桃柱の得意技どうしようかな。神アタック。弱そう。弱そうだね。こんばんは、こんばんは。おでこ？おでこアタック？結構そう、結構実は痛い。ぜひ後輩急に後輩に向かってさ「髪アタック！」とか言い出したらもう本当にね本当にやばい先輩だと思われるよ。もうか。本当になんだこの人はって思われてしまうので。桃パンチ噂になる。それは絶対なるよ。なんか桃花さんが急になんか神アタックしてきたんやけどってどういうことやと思うってなって話が広まってそれでなんでみたいな、やばい人だみたいななって、私の印象はやばい人になってしまうので。サンキちゃんにおもちゃの夢、どういうイメージなんだろうね。どういうイメージなんだろう。私もわかんないから聞いてみたいなとは思うけど、まだそんなに関われてないから。頼れる先輩なれますかね。私2期生のみんなに甘えまくってるからな。やってーって甘えまくってるからちょっとなれるでしょうか。怖いパイセンではないよ。そんな怖いこと言わないよ。ももはちゃんとまだ喋れてないけどちゃんと優しい先輩でいたいなって。にゃん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 優しそう。優しくしなりたいっていうか、そうまだね話せてないからねほとんど。そうなりたいなとは思うんですけど。
います機会が、まあ、そう全然会えてないよ。なんか一瞬会えたとしても本当にすれ違うぐらいのレッスンがそれですれ違うぐらいなので本当に会う機会ほぼないですね今は。仲良くなりたいと思ってる子そうかな思ってくれてたら嬉しいけどどんな先輩になりたいの？どんな先輩になりたい？なんかどんな先輩になりたいかはまだわかんないけど、あの若先輩は頼りないなって思われないようにっていうのだけは頑張ろうと思ってます。そうそう入れ違いなんよ練習が。背中で語る。本当でもかよくな。間違えちゃったってしちゃうから、ね。私が支えます、私が支えますって思われないようには頑張りたいな。ちょっと私それはさすがにもうかもうかもちょっとぐらいは支えたいですけどちょっと支えれるような人になりたいで、なりたいけど頑張りますね自分が STU に入った時はすごい1期生さんとドラフト3期生さん全員の皆さんがすごい私にはすごい先輩ですごい尊敬でいつも助けてもらってて、でも私が今先輩という立場になってそう思われてるような人になれる慣れてるのかが全然なんか慣れてない気がして、そう自分があの研究生の頃はすごい今もなんですけどすごい先輩はすごいって言って、私もそう慣れてるのかがそう頑張らんとなみたいな感じです そうすごいね。最初あのセトラブとかでものづくりとかやってたんですけど、それもうまく話せなくて最初で、ああ難しいどうしようってなってたり、春夏秋冬を披露させてもらう時とかも最初に喋ったりするのがすごい自分の中でプレッシャーで、もう何回も練習して本番は言えたけどすごい焦ってる顔とかめっちゃしてて、みんなもう必死だったんですけど、そう当時はすごいいろいろ先輩にね、そのドラブとかの話すやつとかいろいろいろんなことをね助けてもらったので、顔面がこそ必死なんよあの当時は。そう3期生はね、でもねなんかみんなすごい入ったばっかりでも 2.5 期生もなんだけどすごい笑顔とかパフォーマンス中とかも笑顔で、私すごい顔がかちばってたからすごいなって思っていつも見てます。私めっちゃ顔がねこわばってたんよ昔うちばってたっておかしいね、こうばってなんか、でもここがふーなんか動かなかったんですよね、自分の思い通りに表情が
モカも個人クラブ、あ、個人ファンクラブ9月1日から始まります。いやすごいわと思って、みんな今はね、モカもモカもニコニコでね踊れるようになったんだけど、昔は踊れなかった。なんかニコニコしてるけど途中で真顔になる人だったね。まあ最高の笑顔ありがとうございますになったらすぐ入りみたい。ありがとう、持ってます。ターンお礼します。と3個分なので1個似顔絵と文章を書きました。まず文章の方から。ショアの時のおーちゃん好き、ありがとう。たーちゃんとはありがとう。たーちゃんに出会えて本当に桃花はもう幸せ者です。これからもいっぱい見つけて手を振るからね。好きピーチ、ありがとう。もう一個は似顔絵がある。撮れました？ありがとう。いっぱい会えてて嬉しいです本当。今じゃポケモンの似顔、そういろいろ顔真似もできるようになりました。あとで開けようかな、久しぶりに。ずっと開けれてなかったっけ。では似顔絵いきます。え、これめっちゃうまいよ私、本当にめっちゃうまいこの似顔絵、めっちゃうまいわって思ってる。いくよ。え、ジラピケポケモンとコラボ絶対かわいいじゃん。いくよ、じゃん。かわいくない？たーちゃん、ドレスの時に私のことピーチ姫って言ってくれて、こうマリオの帽子をかぶってきてくれたんだよね。だからかわいいでしょ。ケメンすぎていいじゃん。ありがとう。絵が上手い？ちょっと上達してるもん。撮れました、ありがとう。ありがとうです、ありがとう。個人ファンクラブね、モーカちゃんの蚊が花になってた。モーカだよ。めっちゃ怒ってる。まあまあまあ、まあまあまあ、ももの代わりにみんなが「ももかちゃんの顔間違ってますよ」って
書いてくれてたのでね、ありがとう。名古屋ちゃん。立ち入ったらメントのアイスクリーム2週間10個から10どうだろう。これほうじ茶だったよ。まあモカの顔難しいからね、仕方ないよ。私もね、自分の感じなんかいまだにね、花でも似合いそう。本当？なんか私ね、なんだっけ、あの同じ名前の子がいたんですけど、友達に漢字が違うくて、私とその子の漢字すごい可愛いって思ったことがあったよね。なんか変換がそう難しいんですよ、モカの漢字。そう、私変換、そう、変換でズバッとくる、私来ないよ。私いつもヨシって書いて見つけてるもん、自分の名前のヨシ、あ、自分の名前のあの漢字も気に入ってるんですけど、なんかいろいろ可愛いのがあるなと思ってて。なんだっけ、どういうモカちゃんだったかな。忘れちゃった、どういうモカちゃんだったかな。なんかね、可愛かったよね。そう、実際にそう桃の字もあったら、それも可愛いなって思ったことある。うわ、100と K って、 K か、もう一回ヨシって入れてた。ゴホゴホなる、やだ。予測変換で出てくる？すごい、本人より。見た目のバランスが好き、ありがとう。でも確かにバランスいいよね、なんか私の感じでも。そういうのも多分お母さんがちゃんと考えてつけてくれてるのかな、わかんないけど、画数とか多分調べてるはず、わかんないけど。いつもモーカの名前の由来なんだっけって聞いて、聞くたびに忘れちゃうのよ。あれ、なんだったっけっていつも思うの。またもうね、何回も聞いてるけど思い出せなくて、いい意味がいっぱい入ってるっていうのを覚えてるのに、いつもなんだってって忘れちゃうのよね。うん、いい意味が、そう、多くのいいこと、あ、そうかも。なんかほんといい、モーカーテストで100点取る。100は取ってないな、取ってないな。4文字全部軽そうな、そう、画数少ないかもね、もしかしたら。もうか、美しい、そうな気がする。美しいとか幸せとかそういう意味かな、多分。テストの最高点数は100点だよ。100点取ったことあるけど、でも中学生の時とかさ、なんか1問ぐらいいつも間違えることとか多くて、いい点数だったとしても98とか、悪い時も全然あるんですけど、他にもう70何点とか60何点とかもあったけど、
めでたい、あ、そんな感じかった、やったかも、そう。いい意味を入れてくれてるっていうのは覚えてる。そんな感じのはず。教えてくれてありがとう。忘れてたよ。こんばんは。よき。たくさんのよき。うん、そう、前聞いたのそんな感じだったと思う。改めて好きなのね。モーカの名前の候補はモーカちゃんとマリンちゃんだから。かわいいでしょ。リッセンの由来ね、全然わかんないな、モーカも。今日の髪型やけです。ありがとう。こんばんは。うん、前に言ってた。それはどんな感じなんだ。いや、わかんない。なんか多分すぐっていうか、多分漢字までは考えてないかもしれないんですけど。リッセンがすごい珍しいので、マリンちゃんもまああんまりいないじゃないですか。そのすごい人いっぱいはいないから、それでやめようってなったらしくて、漢字までは考えてないかもしれないですね。考えてないと思います。それはSKE にマリンさん、おね、おる、かわいいよね、マリンさんっていう。個人的にはファンの人たちの名前ぐらい、え、めっちゃわかる、それこないだ考えとった。なんかね、私こないだ考えとったよ。自分が ファンの皆さんみたいに名前をつけるなら自分はなんてつけるかなって思ってめっちゃ悩んでたんだよ、こないだ。そう、ももかだったら絶対いっぱいいるから、なんか別のなんか工夫したいなって思って考えてたんよ。だからみんなはどうやって最初自分の名前を考えたのか。そう、気になったんよね、ちょうど。こもも的に、そう、こももとかだったらあんまりいないかもしれないから、そうなんだけど。例えばお姉ちゃんが前つけたもみまるとかそういうの使うのかなとは思うんだけど、深く考えてないの。でも、あ、前の娘に本名を教えて考えて、あ、なるほどね、百式、ガンダムやるの、百式。ゲームキャラはもう、あ、最近の私のゲームキャラはなんだっけ、餅。なんでやねんって感じだよね。餅、あのね、お姉ちゃんが私のこともちこって言うんですよ。もちとかもちがとか、もそのなんかあだ名みたいな感じで
もちことかで昔かな、私が昔から言われてて、なんでもち、わかんない、もちもちって言われたことがあって、ね、そう、りんこちゃんちのワンちゃんももちこちゃんなんだ、なったんだけど、そう、そう、私が結構もちこって言われてたから、白いから、え、いや多分なんかももちゃんとかがこう、ももかとかももちゃんとかもちとかなんかこうつながってったんやと思うんですけど、そう、ももちゃんからももちゃん、もちになったみたいな、そう、もちことかもちとかといろいろあるんですけど、なんか家族から呼ばれてるのが、何呼ばれてるっけ、それももとかも呼ばれてるし、まあ普段はももなんだけど、珍しくかっこ、珍しくてかっこいいって言われたか本名も、え、それもいいと思う、全然そのもなんだ、そう、多分そのもなんだか、なんだと思う、もちだから、最近のゲームの名前はもちにしてる、そう、もっくんは私がちっちゃい頃になんかくんって呼ばれたかったから、なんでくんって呼ばれたかったら覚えてないけど、もっくんって呼んでって言ってたからあったけど、うん、あだ名がいっぱいある、どこなの、家族からの腕の一人称にしてて、友達の前で間違えて言って大恥かいた、大丈夫だよ、大丈夫だよフフ、私も自分のこと、確か家ではなんだろう、なんて読むかな、もも丸さん間違えるよね、でも子も呼び、でもだいぶ浸透したよね、前より急につけた、謎のが、そう、なんか昔めっちゃもっくんって呼ばれたかったんよね、なんでだろう、ちょっと男の子になりたかったのかな、その時、なんか、最近ゲームのももで始めました、いいじゃん、ももって、メンバーには浸透してない、マイキーさんからももたんとか言ってもらってる、ももたんって言ってくれます、サーヤン、そう、サーヤンは知ってるけど、その他のみんなは知らないかもね、まだ、もも呼びの良さが分かる、え、そんな、なんか言わないでよ、別にももちゃんでいい、ももでいいから、それは何でもいいから、そんな分かん、良さが分かんないとかは言わないで、裏のあだ名だから、そう、そう、メンバーは全然知らないと思います、アピールすれば、 いいんよ、これはそんな、よ、そんなになんかみんなに知ってほしいやつじゃなくて、あのちょっとふざけただけやけん、いいんよそんなおふざけだから
そう裏メニュー、そう裏メニューみたいなものだから。こんばんは、こんばんは。そう、なんでもいいよ、読み方は。アンピの配信で聞く限り、ポケモン、ポケモン好きやでー好きやでー。そう、開封、開封読み方忘れて、忘れてもいいよ。推しのコモちゃんですって紹介したのその人からしたら多分もうそう、そうさ、この子はそういう名前なんだって。でもありがとう。赤サボさん、花火ありがとう。お疲れさん、星ありがとう。ミンミンさん、星ありがとう。ジャラピケのピカチュウのやつ着てほしいけど、高いのかな。でもなんかね、その情報はまだもう見てないんだけど、可愛いよね絶対。見てない、まだ。後で見てみるね。知らなかった全然。コラボ？コラボっていうのかな、してるの。ももこ、ももこお姉ちゃんに呼ばれたことある。そう、ポンピ、あ、開けてアトリエ出てたんだ、すごい。私もアトリエ当てたいな。ちょこっと開封しようかな。すみっことドラムセットもこれ、そうだ。それ本格的なやつ、おもちゃみたいなやつ。そうなんだ。みんなね、最近ね、あのね、みんなの方がね詳しくて、ヨーギラスのアトリエ、あ、そうなんだ。私もこの間アトレア出た。あ、でもももかが今あの開けてるのはクレイバーストなんですけど、そう、この間配信で出たんだよね。よいしょ、スリーブ入れよう。ジロピカかわいい。のサイリウムだけなんとか見えそうなやつだったけど楽しかった。ありがとう、サイリウム見てたよ。151もこの間開けて、今保管あっちにあります、すぐそこに。やんないからじゃない。ももが開け、ももが買ったやつなんだ。いいや、これもらったやつあれだけど、ももかが自分で買ったカードは開けるはい、ふん。あー、スリーブ全部出た。うわー、カード増えたね、めっちゃ。インパのポケモンました。やめました。この間あれ、サーヤンがさ、なんだっけ、私がこのエビフライみたいなのワンちゃんみたいな髪型しとった時にさ、なんだっけ、回復のお姉さんに似てるってそう言われたじゃん。テムスヘアの時、ジョイさんに似てるって。その時に、その時にさ、開封したらよかったけど持ってなかったんだよね、名古屋だったから。
テンモスヘアの時に開封したらよかった。え、門外以外ないやつ、迷うんだよね、最近。最近迷ってるの。いろいろ可愛い子がいすぎて。イカネズミちゃんも好きだし。テモスヘアは難しいの。あんなに上手にはできんかもしれんけど、自分でも似た感じのだったらできる。私最近この間当てた綿っこ気に入ってるんだよね。かわいい。サラちゃんと一緒に考えた。そう、めっちゃね、たまたま一緒だったんだよね。ヒメグマかわいいね。迷っちゃうんだよね、いっぱいいいキャラがいすぎて。かわいいよね、めぐも。推しがぶれつつ大丈夫ですよ、ちゃんとエモンガちゃんが一番好きなので。イーブイちゃんかわいい。うん、エモンガはね、そもそもモモが開けてるパックでは出ないのよ。なあ、楽しい15年。お、長い。楽し歴長いな。そう、いろんなポケモン見てるの可愛いなって。ケオちゃん。開けます。じゃんじゃん。おっと。エモーガのね、カードめっちゃ可愛いよね。ないか、また。あ、待って、え、待って待って、ねえ、どうしよう。これ絶対もうこの一箱に入ってるレア物が奥に入ってる。え、どうしよう今。どうしよう、今見るべきかな。なんかね、明らか周りが、明らか周りがなんか違うかったから、下をこうチラッて見たんですよ。こうやってチャチャッて見たんですけど、こんな序盤でもないか、中盤、こんなことあるんか。どんな感じだろう、キャラかな、ポケモンかな、なんかアイテムみたいなやつじゃないかな。カルボー2枚以上入ってる可能性もあります。トレーナーではなかったです。けど、え、ポケモンなんかな、かな、え、なんだろう、わかんない。まあ、いっか、
マスカルボーカルボーごめん放置して。カルボーちゃん、カルボーちゃん出なかった？出てないっけ？まあ出てない。あ、で、うん、あ、出てた出てた出てた忘れてないよ。ドジョッチ、そう、この顔真似できそうも。やばい、そわそわしちゃう今。キリン劇、やばい、次だ。キリン劇、アイテムかな。あ、いや、ポケモンだと思う多分。そう、 UR なんですよこれが。ジンルー EX、 じゃあ金なんだけど、すごい。すごい金色だ、伝説ね、光ってる、すごい。キラキラ、可愛い系っていうよりはかっこいい系やんな。それな、クレーバーストのさ、この子じゃん。え、すごい、金ピカリン。ね、UR。ね、それな、スリーブ入れなきゃ。私なんか金ピカリンの欲しかったんだよね。まだ持ってなくて、金色 UR を持ってなかったから嬉しい、めっちゃ。ねばい箱の可能性もあるん？そっかそっか、じゃあまだ絶対ないってわけではない。意外とたまにあるもんね。ゲームでも強いんだね、めっちゃ金ピカ、すごい。金ピカリン。UR 嬉しい、 SR じゃなかったね。ウルトラレアだよ、かわっちい。まだあとレアートレアとか出るかな。スイモイも用意してるよ、ちゃんとちゃんと大切にしてるからね、カードよいしょ。 UR 初めてかも私。初めて自分で出した。この間は SAR だったかな、151の時は。昨日久しぶりの現地だった。お、ありがとう、嬉しい。そう、初めて。逆に SR まだ出してないよ。SR と UR だから今自分が出したのは。金ピカリンゲット。
まだそうね、トレーナーカードを持ってないね。私がそんなにいっぱい持ってない、カード持ってないっていうのあるんだけど、じゃん。ちなみに最後白ですな。あ、ディンガナの顔にしてないわ。忘れとった、忘れ、険しい顔してるな。なんか見える、ここ。目つきが悪い悪い。かっこいい顔してる。なんかすごい金だ。今何時？今何時？38分？39分？じゃあもう一泊あげて読もうかな、そろそろ私。もう一個光ってたやつ見たいな。この口むずい。口角が上がっちゃう。この子下がってる、ね、難しい。プリン結構かぶってきてるね最近。プリン、あー、そう、やばい、さっきもいたぞこの子。ドジョッチ、じゃん。お、すごい、おすごい、すごい、迫力、迫力マックスなカード出てきてびっくりした今。音盤 EX、本番キラキラ出てきてくれた。ねえ、キラキラやね。すごいこれ強そう。もしこの子はかぶってないと思う、多分まだ。お目目がね、見えとる。そう、見えとる、ちゃんと。最後は、おお、強そう、ドクロック。かわいい子が、グレックル、グレックルの進化。ついに
今日は UR デーが、UR が出た日。カーディフリンとグーパンチ。今日はこんな感じでした。金ピカぐらい、金ピカリング来てくれて嬉しかったです。何パックあるかな、ちょっと待ってな。モガ好き、モガ好き。あとパックある。まだそうある、まだわかんないよ。2倍箱かもしれんし、まだアートレアも出るかもしれん。開封しましょう。待って、やっぱ最後にあと1パック開けよう。楽しんでる。開けたくなっちゃう。これで今日終わり、これで今日終わりにします。いや、一回開け始めるとさ、ずっと名古屋に2日間いたからずっと開けてなかったんよ。お、光ってるのはじゃん。あ、かわいいね。何枚来ても嬉しいよ君は。そう、名古屋の3日分が開けてないから。かぬちゃん、かぬちゃん、3枚目ぐらいか2枚目ぐらいのかぬちゃん。おお、さっきも君に出会ったぞ。キリン劇、出会ってるよ今日。おお、この子全部にいるんだけど、びっくりしたよ。もうか、今日全部にこの子いるの、本当にびっくりした。 3個開けてさ、3枚絶対この子いるの、このドジョッチ。すごくない？すごいよ。逆に3パック開けたんよね今日、今それで3パックとも全部にドジョッチ。可愛いけんいいけど。ああ、みえちゃん、みえちゃん、三兄弟、それかわいいな、この子。では次は、ちゅうかわいい、嬉しい。ぷくりん、かわいい、かわいいよね。プリンちゃん進化した。最後は、おー、君、やばい今
今日かぶりで、今日さっき私この子に出会ったよ。だってこうやってモノマネしたもんさっき。ドクロック、出会った今日。ドクロックね。強いんだこの子。出ます。よいしょ。またこの金ピカリンのカードもあれ、なんかもっとちゃんとやりたいな、あの綺麗に保護できるように。くにゃくにゃ、やだ。もう一泊いっぱい開封させようとしてるやろ。専用保存。こんばんは、買いました。いいよ、じゃああと一パックよ。あと一パックよ、今日あと一パックで終わるよ。最後よ。わかった。ママみたいな気持ちなんだけど今。最後よって、最後よって、はい、今回は本当に最後となりますので皆様、5年ではいいんだ。なんだよ、今日はもう、今日はもう最後よ。5年てもダメですよ。じゃん。でも引っちゃってるのないかもよ。あ、勝ってる。あまあまのお母さんやばい。あまあまのダメだよもう本当に。最後、はい、あ待って。カルボー絶対一番最初に来るんだけど今日。には、あ、この子も持ってる、ややこま。どじょっち待ってるの。おお、まけんかにこの子もいたね、お前。もう一つも、もう一つはダメ。ダメ。次は、そう、次ね、アートレアなんよ。そう、アートレアなんよ。すごくない？コジオ気に入ってるんだよね。コジオかわいい。
人をちょこんとどこか見てる。かわいいよね、めっちゃ個人かわいい。ね、かわいいよね、個人。だから私も好き。そう、進化するといかついけど、この時の個人はとてもかわいい。次は最終進化した、倒しました、これ倒された個人バターグ。キリッとしてる。お初かな、この子。はい、では今日は終わりだよ。小塩も出てね、最後に。できた。ママ、ママ。明日ね。今日は4パック開けたから明日ね。よし。OK、 ドジョッチ、ドジョッチこんかったね。キリンの子も出てこんかった。親とかになったらもう子供がここでダメですよって言われたらめっちゃ泣き始めるんだろうね。うわーんって大変だ。明日もなんかこれがで最後が聞けるかと。ダメですよ泣いていいよ、泣い、私したもごね、ごめん、ごねちゃダメです。もう皆さんは大人なのでごねちゃダメです、うん、泣くのはもう3歳みんな文句は聞き分けのいい子、うん、お菓子以外は聞き分けめっちゃ良かったらしいよ。モーカさん、パパ、モーカの3歳だと思われてる。だって少年の心、そうだね、そうだね。お菓子だけではめっちゃだの ごねてたらしい。お菓子すごい好きだったんよ、今もだけど。お菓子だけめっちゃダダこねてたけど、それ以外はすごいいい子だったんだって。なんかちゃんと、泣いてたらお菓子買ってもらった。どうだったかな。でもね、結構お菓子買ってもらってたよね、多分。チーク菓子前から好きだった。そう、お菓子以外ではいい子でしたよ。いや、さらさらやめますね。そういうとこは厳しそう。いや、意外とね、お菓子買ってくれますよ、ママもパパも。買っていいって言ったら結構買ってくれる。買ってもらえなかったね。今は自分のお金で買ってるよ。もうちゃんとちゃんとね、
自分のお小遣いでお菓子を買っておりますので、もうダダをこねなくても買えるようになりました。この世の終わりぐらい叫んでる子いるよね、お菓子で。私もそうだったかも。読みます。幻さん、ライフありがとう。高野さん、花火ありがとう。高木さん、足ありがとう。幻さん、だるまありがとう。マッピアのマッピーさん、花火ありがとう。実際ののりさ、とまくキューマイパスタさん、ありがとう。12のひでくんさん、ありがとう。11のふみやとまくふふさん、ありがとう。12のたかきさん、ありがとう。昨日の今日だけど、またもちゃんやりたい気持ちだね。また会いましょう、すぐ。ありがとう。キリのケイスティンさん、ありがとう。めっちゃ懐かしい写真です、これ。ファンクラブ、おめ、すぐ入る、楽しみしかない。いっぱい楽しもうね。ありがとう。ありがとうね、入ってくれるって。8位のモモカが視界近くて大大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 好きかける1億おい、いっぱい増えてる、嬉しい、ありがとう。7位のゼータンさん、ありがとう。今日も可愛い、ファンクラブ楽しい、ありがとう。モモカの入ってくれるって言ってくれて嬉しかったよ。6位のコウジさん、ありがとう。ポケカ開封楽しかった。今日ももちゃん一番可愛い、ありがとう。また会おうね。5位のフクちゃん、ありがとう。センター分け買いすぎます。ファンクラブ楽しみです、ありがとう。いっぱい投稿するね、ありがとう。でっか4位のお疲れさん、ありがとう。ありがとう。3位のたーさん、ありがとう。2位のエイトさん、ありがとう。1位のたーちゃん、ありがとう。似顔絵まで描いてくれてるし、いえいえ、こちらこそ。いっぱいありがとうございます、皆さん。いっぱいコメントしてくれて、久しぶりに長めの配信ができたかな、楽しかったです。配信ありがとうございます。こちらこそ、ずっと見てくれてありがとうございました。持ってる中で一番古い写真だよね、めっちゃ幼いもん、その写真。懐かしい。2時間ぐらい、そう、2時間ぐらい。ありがとう、ありがとう。ゆくやすね、ありがとう。今からお風呂に入ってきます、頑張って。ありがとうございました。ダッシュでお風呂頑張る、早めに入るよ、今日は。おやすみバイバイ。頑張れなさそう。頑張って、バイバイ、おやすみ。